はい、皆さんおはようございます。暑さ寒さの彼岸までという言葉通りに今年の天気は展開してございまして、お彼岸を過ぎてからすっかり、朝晩は秋の気配かなというふうに思っています。節電夏の陣、そんなわけで先月で、3ヶ月間の、目標期間が終了いたしました。今年は対象施設を大幅に拡大しまして、この視聴者だけではなくって140の公共施設で、昨年比で100万キロワットアワー、率にしまして 20% という節減目標を掲げて取り組んでまいりました。7月と8月の2ヶ月間で71万5千キロワットアワー、削減率を 20% 節電を達成してきておりますが、9月についてはまあ施設数が多くてまだ未定のところもございますが、視聴者をはじめといたしまして、20% という節電目標につきましては、それを超えることのできた施設が多く見込まれております。当初目標の達成はほぼ確実ではないかなと考えております。節電省エネにつきましては市民生活の中でも随分浸透してきたなというふうに思っております。本市といたしましてはエネルギー対策、地球温暖化の対策、そうした観点からこれからも率先して節約をに心がけてまいりたいというふうに思っています。具体的な数字が出ましたらまたその時に、広報をさせていただきたく思います。そして、先月の事業に戻りますが、9月17日の祝日の日、ノンホームパークで、満1歳の誕生日を迎えましたアジアゾウの赤ちゃんマーラの、誕生会を開催させていただきました。生まれた時 90.5 キロということでございましたが、今では1日17リットルというミルクを飲むなど、大変食欲が旺盛、元気な状態でございます。この9月17日体重当ての、なんていうんですか、体重当てクイズがありましたが、474キロということでございました。元気になった、マーラの姿を一目見ようじゃないかということで、たくさんの方たち、お役取りを中心に3000人もの方々が詰めかけていただきました。誕生会の席では、多くの報道関係者にも取材を賜りました。いろんなところで取り上げていただいて、映像も流していただいたことに御礼を申し上げたく存じます。このアジアゾウの赤ちゃんマーラにつきましては、アジアゾウの繁殖といたしましては国内4例目でございます。健康に育っている事例が私ども含めて2例ということでございますので、大変希少な経験を積んでいるということになろうかと思っております。こういった希少動物を育てていくというのは私たちの動物園に与えられた、また天から巡ってきた使命であるとも思っております。動物園といたしましても大事に大事に育ててまいりたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。そしてから10月のことでございます。まず本日、快適なまちづくりを推進する条例ということで、豊橋駅東口の周辺におきまして、路上喫煙防止禁止区域、そしてポイ捨て禁止重点区域、この指定をさせていただきました。また、午後4時半からですが、この後4時半から駅前のペデストリアンデッキでそのキャンペーンの実施もさせていただきます。来年の4月1日からということになりますが、違反者に対して過料を徴収することになりますが、違反者が出ることないよう、これから半年間の間にしっかり条例の周知、それからモラル・マナーの啓発を行っていきたいと考えております。指摘者の皆様方にもご協力をお願い申し上げます。そして明日からの10月2日火曜日でございますが、第20回ということになりました三重南信サミット2012 in 東三河がホテル日光豊橋で開催をされます。今回は三重南信の歩みと未来、県境連携と先駆けとしての地域創造をテーマに、三重南信地域連携ビジョンの推進のために意見を交換する予定でございます。本年の4月に三重南信道路の蓬莱橋インターから浜松稲佐ジャンクション間が開通しておりますし、新東名道路とこれが接続したことで地域間の連携に大きな弾みがついたというふうに考えております。関西の皆様方にもこのサミットの様子をぜひ取材いただけたらというふうにお願い申し上げます。また、先月定例会見でご案内をさせていただきましたが、終身市街地活性化の社会実験が、始まります。26年ぶりの広小路ほこ天の復活だということで、さまざまなイベントを実施する予定でございます。10月7日の最初の日曜日がオープニングということになります。その中でオープニングセレモニーについて発表資料を配布させていただいてございます。正午からになりますが、
広小路の1丁目で、じゃないか豊橋電波隊ドゥイのパフォーマンスやお祭りバンドを先頭にした参加者の行進もございますので、ぜひこちらの方も取材をお願いしたいと思います。それから10月の20日21日が、恒例の豊橋祭りでございます。今回で58回目ということになります。出席者の皆様方には9月の定例会見の場所で観光進化場所や、それから観光振興課をもちました会見で、豊橋祭りのご案内をさせていただきましたが、今回20日のオープニングでは、じゃないか豊橋電波隊ドゥイが新曲を披露させていただきます。また世界大会2連覇を続けております桜ヶ丘高校ダンス部のダンスも披露される予定でございます。21日のじゃないか豊橋パレカは、ご案内の通り東京ディズニーリゾートからミッキーマウスをはじめといたしましたディズニーの仲間たちが、特別な、デザインバスに乗って、参加をします。また毎年恒例の総踊り、そして子ども総踊り、じゃないか豊橋ダンスコンテスト、ゆるキャラ大集合、祭りフィナーレといった恒例のイベントもございます。大変盛り上がり、たくさんの方が参加させて、していただく、それと同時にイベントもあちらこちらにたくさん開かれております。ぜひお気に入りのイベントにお出かけいただき取材をしていただきますようお願いを申し上げます。私の方からは、とりあえず以上でございますが、最初にですね、台風17号の昨日の消防団が、台風17号の災害対策、様子について、簡単に、ご説明をさせていただきます。ご案内の通り台風17号、この愛知県東部、に上陸をした、これ午後7時頃でございますが、そういう気象庁の発表がございます。気象庁からは、11時34分に警報の発表がございました。で、17時36分には竜巻注意報も、発令がされております。警報につきましては大雨洪水につきましては21時28分に解除、それから暴風高潮につきましては23時46分とだいぶ遅くになりましたが、いずれにしましても9月30日のうちに解除をされました。最後に残っておりました海沿いの、波浪警報につきましても今朝8時16分に解除をされてございます。豊橋で観測された、気象データでございますが、最大瞬間風速につきましては私どもの那珂消防署の観測で18時ちょうど 41.8メーター毎秒という、風速を観測してございます。最低気圧につきましても同じ那珂消防署で18時50分に 971.7 ヘクトパスカルを記録してございます。そして、雨案外降ってないんですね。最大時間降雨量、におきましては南消防署の13時から14時の1時間で 12.5 ミリ、そして、1日の積算雨量ですが、那珂消防署石巻出張所で37ミリという数字です。まあ雨の方は、豊橋も少なかったし山間部も100ミリぐらいまでしか降ってないということですので、雨の方は一時にわっと降っていっちゃったという感じだったように思います。皆様方もお感じになられたと思いますが、豊橋も7時ごろに目の中入ったなっていう感じがしました。風が一時収まってしまいまして、これはちょうど来たなと思ってましたら、しばらく経って、ニュースの方でも、愛知県東部に上陸したようだということで、まさにその時間だったんだなということを感じております。被害状況についてでございますが、まず人的な被害、負傷者が2名ございます。1名につきましては今朝の新聞にも出ておりましたが、神野神殿で、32歳の男性が左大腿骨骨折、そして左腕の骨折ということで、重傷者でございます。物置が、飛んでいっちゃったのを片付けようとしたとき、物置が倒れてその下敷きということで骨折をされております。もう1名は軽傷でございますが、羽根分団員、消防団の羽根分団員ですね、看板が飛んできてそれによりまして足を負傷してございます。こちらの方は、時間では、午後5時30分頃だというふうに伺ってございます。それから家の方の被害ですが、全壊ございません。一部損壊、屋根瓦が飛んだという家が1軒ございました。床上浸水、床下浸水とも、ございません。公共施設は、岩田の防災倉庫のシャッターが壊れたというのがありました。ライフライン関係では停電が大変、多かったと思っています。
統計上ですね、一部豊川市の地域も含んじゃっておりますので、豊橋市のみということではございませんが、豊橋市が含まれる地域で13,100戸という戸数を記録してございます。豊川市が一部入ってますので、実際豊橋だけだと1万、これよりマイナス 何百かというふうに思っていただいたらと思います。いずれもいたしましても、本日の明け方までには復旧をしております。その他でございますが、国道の通行止めがございました。皆様方も多分気づいておられる1号線の下り、8丁3丁目から公会堂前までが、一時通行止めになりました。これは警察署の向かい側の、解体中のビルの足場が、倒れそうになったということで、それを、倒れてしまうと、危険なのでということで一時通行止めにし、足場の方の、修理というんじゃないね、なんていうか、倒れないように、改善をいたしまして、その後17時に通行解除になってございます。倒木につきましても、数箇所ございました。つつじが丘とかただこうというところでございました。それから、私どもの災害対策本部は12時に設置いたしまして、24時に、本部の、廃止をいたしてございます。避難勧告につきましては、まず13時に避難準備情報の発令をいたしました。三河湾沿岸部の、102世帯301人に対して避難準備情報を発令いたしました。そして、17時に、同じ地区、102世帯301人に避難勧告を発令いたしました。避難勧告につきましては21時10分に、勧告解除をいたしております。避難所開設でございますが、避難所の開設指示は12時20分、開設が完了したのが14時13分、全70カ所の第一次指定避難所が開設完了いたしました。その後、梅やぶの公民館の第二指定避難所に、避難した方がいまして、ここを開いてございます。全体で避難者でございますが、24世帯40人、避難所は15カ所に、渡っております。開設いたしまして避難所は21時に閉鎖の指示を出しています。ただ4校区につきましては避難者がまだ残っていましたので、その時点では指定解除をしておりません。全避難所の閉鎖をいたしましたのは、そういった方たちが帰られた21時50分でございます。それから今回の台風は雨はあまり降らなかったので、河川のいわゆる河川流水による洪水の心配はなかったのですが、高潮が心配されて、実際潮が随分上がってきましたので、柳生川等では、消防団の、見回りを行ってございます。最大潮位、これはちょっと途中で、観測が不能になったため、この先どうだったかというのは分かりませんが、観測上のデータとして残っているものといたしましては、19時27分の三河湾観測基準面をベースしたもので355センチ、これからおよそ124センチを引きますと東京湾中等潮位、TP と言われているものです。これになります。従いまして TP でいうと230センチほど、このあとちょっと上がっていると思いますが、そこはデータが残ってございません。観測が、途絶えてしまいましたので、出て残っておりませんが、波がちゃぽちゃぽ、岸壁に、かかるかかからないかぐらいまでは水が上がったのかなというふうに聞いております。そんな状況でございました。以上が台風についての報告でございます。